仕事だからちょっとだけメイクしてます。眉毛がない。眉毛描きます。眉毛めっちゃ細くしたんだよね。細くなったのかわかんないけど。なんかお家でお昼ご飯食べようと思って2日前くらいに作ったナスの肉味噌炒めがあるからそれを食べるけど、冷蔵庫に入ってるけど大丈夫かな。ナスをさ、めちゃくちゃ消費しなきゃいけなくてさ、そろそろ自炊しようと思って、もう本当にここ何日かずっと、外食だったり頼んだりしてたから大丈夫か。今日の夜は味噌汁作ります。ご飯何作ろうかな。白身魚が食べたいって言われたんだけど、何がある？白身魚って。いや、りーちゃんナス嫌いなんだって。だから変にナス入れられない。自分で食べるしかなくて。白身魚ってオッケー？ムニエルか。ムニエル私この前ちょっと失敗したんだよな。ヒラメなんだ。サワラ、タラをバターで炒める。普通にそれはタラのバター焼きってこと？そう、骨ないのがいいんだよ。でもホッケとかあり、ホッケって売ってるもの、スーパーに普通に。ホッケの干物ってこと？そうなんだよね。ホイル焼きも私得意なんだけど、なんか和食食べたいかもしれない今日。気にしようかな。
雨降ってきた。マジすごい、なんか降りそうな雲してる。急に？アイブロウめっちゃ減るの早いよね。しかも同じ色だけ。ちょっと待って、じゃあ洗濯取り込んでくる。いいよ。いや晴れてるけどな。すごい、でもなんか雨雲が存在してる。すごい降りそう。よいしょ。そうなんだ、洗濯しようと思ったのにな。私さ、たまるものが嫌いってことに気づいて、洗濯とか洗い物とか目に見えてたまるものが嫌ってことに気づいた。いや私はマジでそろそろ節約しないといけないから、マジで自炊いっぱいするから、ちょっと応援してて。なんかね、可愛いフライパン、卵焼きのフライパンと大きいフライパンを買ったの。ピンクいやつ、ロフトに売ってて、わかんない、安いから性能はどうかわかんないけど安くなってたの。でもピンクの卵焼きのフライパンとあの大きいフライパン買ったから、ちょっと頑張る。ゴミ箱はたまる、まあ、まあまあたまってからしてるけど、あまり溢れ返ってるの好きじゃない。俺のフライパン使ってるよ。でも大きいのも必要じゃん、パスタ作る時とか。一応2人前作るし。厚木下地は使ってないのだよね。でもキャンメイクのたまに使う、コンサートとかの時は下地使う。なんか日常で厚木下地使わない。フライパンの買い時は2年くらいらしい。マジ半年しか経ってないわ。でもまだ使わないけどね。とりあえず買っておいたって感じ。そうなんだよね、もうひっついちゃうの、コーティングがダメになっちゃう。メイク完了超さらっと終わらせました。アイロンしようと。
すごい、でもなんか雨雲になってきた。まあ、さ、急にゲリラ豪雨になるのやめてほしいよね。でも私の実家もフライパン全然買い替えてんの見たことない。使い勝手がいいのかな。ちょっと安く食べます。今もっか、ゲリラゲリラゴーって言ってるね。分かってる。雷平気か平気じゃないかって言ったら平気じゃないけど、平気なんじゃない。でも最近雷に打たれて亡くなった方いるよね。これみんなも気をつけてね。雷に打たれない方対策とかあんのかな。ふと疑問。今日は外跳ねにします。あー、大きい木の近くに行ったらダメなの。外跳ねにしますとか言ってウェーブしちゃった。節約をするためにショールームいっぱいやります。車の中でもさ、車使わないじゃん。そうだよ、いっぱいウィンウィンじゃん、ショールームって。ショールームはウィンウィンだから、みんなにも需要があり、私にも需要があるから。そう、あと無駄に出かけない。ましてやまた緊急事態だからさ、ご飯もあんまり行かないようにしないと。でしょ？いいんだから。電気代はでもそんなめちゃくちゃ高くはない。8円あげるってありがとう。
れました。やめて、みんなあげるとか言う。ゆう本物じゃないでしょ。じゃあ髪の毛ができてもわりかし準備できたのでご飯食べよっかな。いつもだったらコンビニとかで済ませちゃうけど、今日はちゃんとお家で済ませてお仕事に向かいます。りーちゃんは公園ですよ。お仕事頑張る。緊張する。まあほぼありがたいことに毎日お仕事が入ってるからさ、ここ何日か毎日メイクしてる気がする。まだ朝ごはんも食べてないから朝昼兼用って感じかな。最近朝食べてない。お仕事があると朝コンビニで買っちゃうけど、朝ごはん家で食べる習慣がない。だから本当にそれこそ自分のためにお金食費使いたくないって感じだからさ、それだからなんか昼夜兼用でウーバーとかなんかって感じになっちゃう。ちょっとチンしてくるじゃん。にょにょ。いや配送料無駄だけど、まあ一食で済ませれるならいいかって感じ。これ食べます。うわーカレー食べたいな。りーちゃんの勝手に食べた。うわあ、ナスのカレー好きかも私。うわあ、ナスのカレー食べたいな。ね、本物のゆいゆい違うんでしょ？
いよね。騙されそうじゃないわ。いや、一人分のカレー作るのって結構じゃない？うん、多分食べれると思ってる。なんかナスがしんなしな。私の作った、なんかでもすごい色薄いんだけど、なくナスの肉味噌炒め、いただきます。あこあと、うん、あ、美味しい。クックドゥじゃないし、ちゃんと作ったし、ちゃんと一から作ったし、白米欲しくなる。あるけどな。ご飯チンしようかな。実は下履いてなかったなんて言えないから、今履いた。ご飯チンしてくる。履いた。にゃあっぶな。嘘、大丈夫かな。怖。え、そう、危なかった、さっき。ああと思って、やばいと思って。開けました。うん？見えてなかった？コメント来て気づいた。以後配信するときはちゃんと開きます。ナスの漬物ってどうやって作るの？簡単？安全。ああ、ナスの浅漬けとかあるのよ、確かに。
釘入れてたって何？ご飯持ってきた。お皿にポイって入れる。ちょっとさ、1週間前くらいにさ、もっと前かな、1週間前くらいネギの、ネギのだれ、ネギのだれなんかネギだれ作ったのあるから食べてみる。食べれるかな。うん、食べる。ご飯いっぱいなんだけど、うわ、久しぶりに家で昼ご飯食べる。うん、ご飯進む、めっちゃ進む。このネギダレってさ、何日間持つんだろう。ごま油と鶏ガラと、うん、レモンとニンニクでつけた、つけたってか作った。待って、やばい、なのかちゃんからメンション来た。やばい、なのかちゃんから、え、私のロック画面の女の子。